はい、赤い矢湖というところに来てます。今ここですね。ここからローソンの近くのここから500円の、船着き場代を払って、一応予定としてはここをこうで、この辺バンジーをやったりするところですね。ですけども、これをこう回ってこっちの反対側までね、行けたら行って戻ってきて、なるべく10時までには終わらせて妻越に向かいたいと思います。それで行きましょう。この道を下がってます。はい、おはようございます。今朝はですね、赤谷湖、猿ヶ京温泉の赤谷湖というところに、来ています。ここはその後ろに見えるこの桟橋で、まあ、1艇につき500円の使用料を払って、まあ、出艇ということで、出せるところが少ないんですね。さらに今は水がこう少ない時期なので、ちょっと限られてくるということで、これからちょっと上流を目指していきたいと思います。自分から見える景色がこんな感じですね。正面に橋が見えてきましたけども、違うよ、バンジーをやる橋があって、でその下まで行けるっていう話なんですけども、話が違うじゃねえか。水少ないんだね。ちょっとじゃあぐるっと回りましょうか。この下じゃなくて上の方のあの橋が多分バンジーだと思うんですけど、本当はここを遡って川を少し遡って上流に行けるはずなんですが、今は水が少なくて行けませんと。だからこの春先、春だな、春先、行けるか、春先が一番水量が多いので、春先に来るのがいいと思います。ただ一応なんとなく行けなくはないけど、行ってみるか。これいいね、渓谷になってる。行きましょう。お、水がきれい。さすが、この水がきれいで冷たいですね。空気も変わりましたね。水量があれば
流れも緩いのでね、登りやすいんですけど、今日結構流れがあります。秘境探検風の島越えこっちだね。これは午前中と午後に分けてもいいけど、ここで一日が楽しいよ。だって水がきれいだもん。うわ、一応落石注意ですね。落石注意しながら上流に向かいます。でさっきボート屋のいい感じのおじさんにですね、いろいろ話を聞く中で、ここは、まあ、何が釣れるのっていう話をしたところ、ヤマメ、イワナヤマメがね、ダム湖にもかかわらず釣れるそうなんですよ。放流してるということで、お、いいじゃん。今日はやんないけど、今日はやんないけど滝の音がしてきましたね。これはほら、これは楽しい。ジュラシックパークっぽくなってるかな。ほら、見る。カメラじゃ始めないな。すっごい上から落ちてるんですよ。で、これがバンジーなんだよね。あ、バンジー台がありますね。うわ、ここまでですかね。ここまでですね。これをこの背を登るのは鮭じゃないとダメですね。で、この上の橋、これからバンジージャンプをするそうだ。ここに台が出てますね。で、滝もありまして、多分もう流れる水の多いところは時はこの背も越えられるはずです。てか背にはなってないはずですね。ちょっと行ってるところまで行きますからね。カメラなければもうちょい先に、あ、行ける、いるよ。ヨンコは真似しないでください。ヨンコは真似しないでください。一応ベテラン、まあでもいけるよ、誰でも。はい、こっち流れで下る。あ、吠えます。で、ほら、この滝がありまして、じゃあここをまた下りましょう。ちょっとちょっと、まあ取れてなかったら取れなかったらしょうがないんで、下りましょう。これ滝がいいね。遊べる。多分
暑かったら登る途中までね。よいしょ。